カレー、ラーメンカレー、ラーメンパパ。はい、聞こえております。こちら三条市おなじみのご当地グルメでありますカレーラーメン、この人気メニューをさらに盛り上げようと今流れているこの曲、カレーラーメンの歌がこのほど作られました。カレーラーメン同様みんなに愛される曲になっていくのでしょうか。三条市にある大衆食堂マサヒロ、細い麺にスパイシーなカレーが絡んだカレーラーメンが人気のお店です。今日この店をはじめ三条市内の11の飲食店で販売が始まったのがこちらの CD、 カレーラーメンの歌です。はい、お持ちしました。カレーラーメンの CD のセットでお持ちしました。どうぞ。こちらの店ではカレーラーメンを注文すると通常のお値段にプラス100円でこのように CD がついてきます。カレーラーメンカレーラーメンカレーラーメンパパがとっても好きなんだ。カレーラーメンと CD をセット販売するなど人気のご当地グルメをさらに盛り上げようというのです。合わせて1000枚の限定販売です。この歌では幼稚園児からお年寄りまでさまざまな世代のカレーラーメンのエピソードが歌詞になっています。仕掛け人の一人、燕三条青年会議所の理事長梨本二郎さん。 CD 制作は高校の同級生と協力しながら8月から取り組んできました。きっかけは地元を活性化したいという熱い思いでした。これだけ数がカレーラーメン定価店があって、しかもこれだけ歴史が長いっていうのは多分全国でも燕三条の、まあ、三条のねカレーラーメンっていうのはもうピカイチだと思うんですけれども、それをやっぱり発信したらかなりやっぱり注目されるんじゃないかなと思って取り組みました。地元を全国にアピールするため実現したカレーラーメンの歌の CD 化。カレーラーメンを食べに来た人の反応は。いっぱい映ってください。三条でやっぱり住んでるんでしょ。でこういうのが出ればやっぱり三条市民としてね、うん、嬉しいことじゃない。だからこれちょっと買って聞いていきたいなと。もっと宣伝すればもっといいかもしれない。全国的になるといいね。子供たちが自然と口ずさむような、まあ、歌になってほしい。それを聞いた、まあ、大人たちがねカレーラーメン食いっかなんて言ってくれたら嬉しいですね。地元への熱い郷土愛が作り出した PR ソング、カレーラーメンのように子供から大人まで幅広い人気を集めることができるでしょうか。